こんばんは、山根さん。今回の動画良かったですね。確かにね、これチャンネル登録者数が増えるっていうのは嬉しいことなんですけども、私たちはね、チャンネル登録者数を増やすためにやってるわけではないんですよね。やっぱ表現したいことがあるからやってるわけであって、ここにチャンネル登録増やすぞっていうふうなバイアスを入れると、自分がどんどん、まあ、やりたい動画から離れていく可能性が高いんですよね。要するに当たる動画をやろうとか、みんなが喜ぶような動画をやろうとかね、いう風なのが先に入っちゃうんですよ。で、やっぱり結果的に皆さんに喜んではいただきたいんですけども、そこが出発点じゃないんですよね。まずは自分の主義主張があって、もしかしたら自分の発信によって誰かを傷つけるかもしれないと、誰かに誤解させるかもしれない、それでも発信していこうっていう風なね、それがインターネットの発信なんですよね。やっぱりね、100人中100人に気に入られるような発信っていうのはないんですよね。やっぱり誰かに、あまりうまくいかなくなると言いますかね、例えばね、カレーが嫌いな人がいて、僕カレーあまり好きじゃないんですよって動画を出したとするじゃないですか。そしたらカレー屋を経営している人がその動画を見て、ちょっと面白くないんですよね。そういうのがあったり、うどんとそばどっちが好きですかっていうふうに動画の中で聞かれて、動画の中で、いや、そばの方が好きですねって答えた時に、その視聴されてる方がね、うどん屋さんだったら、それはやっぱり面白くないんですよ。ということで、どんなことを言ってもね、誰かにとってはあまり面白くないことなんですよ。まあ、ですんで、チャンネル登録者数が、伸び悩むっていうのは、ある意味ね、正直に、発信できてることじゃないかなと思います。まあ、私はおかげさまでチャンネル登録者数は1万人を超えているわけなんですけども、ただね、やっぱり1万人の皆さんに対して、皆さんを喜ばせるようなね、満足させるような動画は、それはなかなかね、撮り続けることは不可能で、最初の頃は良かったんですけども、やっぱり今となってはね、いろんなテーマで上げてますよね。だからビジネス系の動画を上げたら100人ぐらいしか見ないし、なんかよくわかんない宇宙人みたいな動画を上げたらやっぱり100人しか見ないし、ということで、1万人の中でもファンの方が100人単位でね、100個ぐらいのグループになってると思うんですよ。だからどんなジャンルの動画を上げても大体100前後に今はなってるんですよ。それでいいと思ってるんですよね。どうしてかっていうと、チャンネルを解除しない方っていうのは、私のね、一部のカテゴリーが好きなのもあると思いますけども、これいろんなテーマでやった時に、例えば最初は投資系の、私の発信の投資系のが興味があって見たんだけども、あれ、なんか子育てやってるじゃんみたいな感じで、中にはね、子育ての方に興味を持つ人もいるんですよ。で、あ、家族っていいものだなって、こういうふうに考えていればいいのかっていうふうな学びもあるかもしれませんし、投資系の動画を見てる人が、私がね、大和君と写ってるのを見たら、まあ、これは関係ないから見なくていいやってなって見ないかもしれないということなんですよね。で、山根さんすごくいいこと言ったのはね、チャンネル登録者数、チャンネルを登録してくれた人のためにやっていく部分、これがすごく大事だなって、本当その通りでございます。チャンネル登録をしてない人としてる人っていうのがいて、やっぱりね、してる人の目線で考えることっていうのは非常に重要なんですよね。なぜならチャンネル登録した人っていうのは、山根さんの動画の何かにやっぱり共感したりね、喜びを感じて癒しを感じて登録してるんですよ。まあ、ですんで続編が出ることを期待してるんですよ。だからね、これから出会う新しいチャンネル登録者数の方も必要なんですよ。新しいファンの方も、だからどっちも考えていかなくてはいけませんけども、チャンネルが伸びないからって悩む必要もないし、伸ばすためにあれこれ策を考える必要なくって、やっぱり西アクラソンの発信をしてる山根さんがみんな好きなんじゃないかなと思うんですよね。まあ、肩の力抜きながらリラックスしてやってください。やっぱりね、続けるってことが大事なんですよ。それが一番です。気合い入れてやってもやめてしまえば無ですからね。ぜひこれからも楽しい動画作ってみてください。では失礼します。